I got it. はい、皆さんよろしくお願いします。こんばんは。あ、山猫ちゃん言ってくれてね、ありがとう。はい、えー、先週、あのー、ご案内してました通り、えー、北海道とね、はい、あのー、九州、福岡の方で、えー、恵みへの誓いの上映会がありました。福岡では3カ所で、はい、 えっ、ー、とですねはいえっ、ーえー、とですね今日ゲストで出ていただこうと思ってました坂井宮司さんなんですがちょっとあの行事がたてっくりと。 混んでずっと続いてましたのでちょっとあの、体お疲れだということで、すいません、ちょっとあのー、また別便にということで、あの、今日は私がご報告をさせていただこうというふうに思っております。はい、ということで今日はゲストなしで私一人になります。でね、あのー、まあ、先週岸和田の あの羽生神社で、き、えーまあ、昨日ですよね、19日土曜日に、あのー、えっ、ー、とね、すいません、なんか、ちょっとね、タイトルが変わってたんですね、えっ、ー、と、横田めぐみさんを還暦をねあの、ぜひ日本で迎えていただきたい、そういう、えー、祈願祭ということで、 はい、横田めぐみさんが日本で還暦を迎えられるよう一日も早く救い出そうという祈願祭が帰国祈願祭が昨日、えー、行われましたで実はですね私 f フェイスブックとかツイキャスのコミュニティの方にも書かせていただいたんですが私の,あの娘があの先週火曜日にですね 発熱しまして、うん、まて、あ、今のねこの時期なのでわあこれはコロナ感染じゃないかなっていう,うんそういうまあ疑いがあったので、まあ、火曜日から、えー、娘にはあの自室で、えー、こもってもらって隔離してで、あのー、神戸市のね、あのーまあ、そういう新型コロナ 感染の相談窓口にお電話したところ、えーまあ、かかりつけ医のほ、まあで発熱外来があったらそちらの方に、えー、予約の電話をして受けてもらうか、まあ、受診してもらうかそれか、まあ、神戸市から、えー、速達で、えー、抗原検査キットを送りますということだったので,で抗原検査キット待ちになったんですね。 でまあ、2日後届きまして、まあ、検査したらやっぱり陽性ということで私がその時にまあもう濃厚接触者ということになってしまったのでうーん土曜日のね祈願祭はいけなかったんですねうーんいやオミクロンやと思いますよ、うん、月さん書いてるようにまだケルベロスはそんなにあの数が多くないのではいあ 上野先生、ありがとうございます、はいあのー、私はですね娘と結構接触してしまってたんでうんいつ発熱するかいつのどの違和感が出るかなっていうふうに様子見してたんですが、えー、今のところですね全然発熱も発症もなく、えー、兆候もなくということで無事に過ごさせていただいておりますありがとうございます。すいませんでした。で まあ濃厚接触者はあの、陽性者との接触をしなくなった次の日からカウントして5日で、えー、自宅待機解除ということなので、えー、あと2時間ですね、はい、ほどしたら私は自由の身に <laughs>、はい、なります。すみませんでした、はいあのー、そうですね、ワクチン接種できる方はぜひされた方がいいんじゃないかなというふうに思います。 まあ娘も、えー、結構軽症で、えーね、あのお鼻のにいとかです、ね、喉のあの,、まあ喉の痛みはあまりなかったみたいなんですけどせき、まあ、がひどかったのとであの声が枯れちゃってたのとあとね味がもう全くなくなったと言ってました、はい匂いも味も嗅覚、味覚は全くなくなってしまったそうで。 あのー、何を食べているのかわからないようなもう食感だけですねうんまあ本当に食べることの楽しみがなくなったんで食欲が落ちたって言ってます、はい、でもまあ熱も下がってきてますので全然ねまし、あのー、な方だったと思いますはいえー、ね増えてるみたいなので皆さん本当にあの最近あのねえ え結構アルコール消毒とか手洗いの方、えーまあね、初期は結構まめにやってた方も、ちょっとこう、さぶり気味になってるところもあると思うんですが、もうね、まあ、ワクチン接種も大事ですけど、まあ、基本的な、ね、感染予防、一番大切ですので、ぜひ皆さん、あの手洗いとあと、消毒ね、ぜひ気をつけてやってください。 もうね、なったらね、本当にね、こうやってね、やっぱ家族巻き込みますので、やっぱ大変なことだなと思います。はい。で、私、行けなかったんでね、あのー、大阪ブルーリボンの、あのー、会員さんの、えー、中村悦弘さんに、あの今日お電話させていただきまして、えー、中村さんはね、祈願祭の方に参加されたので、 どういったご様子だったかっていうのをあのお写真と、えーまあ、あのいろいろ教えていただいたことを皆さんにご報告させていただいたらと思ってあのお聞きしましたはいでお聞きしましたことを、えー、ツイキャスでお話しさせてくださいねっていう了解もいただいてますので、えー、お話しさせていただこうと思っておりますはいあのー すごく、なんていうんですかね、大きな木が、あのー、立っててね、こう森のようになっている、あのー、私もね、創建何年ぐらいからの神社さんなのかなと思って調べたら、平安後期って書かれてたので、かなり、あのー、歴史のある、えー、古くからある神社さんです、だあのですはい、羽生神社さんね。はい。 で岸和田の,その羽生神社さんで、まあ、こういうふうに祈願祭が行われましてで、あのーまあ、先週もお話してたと思うんですが地元の、あのー、子どもたちのね障害者のお子様たちのグループでどんまいさんっていう和太鼓グループさんが当日ね、あのー、神社の方に来てくださって元気よく。 もう子どもさんたちこう激しくね和太鼓をどん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 叩くので本当にあに元気よくもう半袖であのー、半袖の方も多かったということですごく明るい雰囲気で演奏してくださったそうですで保護者の、あのー、お母さんとかがねこう伴奏で笛を吹かれたりして子どもたちはこの和太鼓をはいあのー、すごくこう 威勢よく叩いてくださって4曲ぐらい演奏してくださったそうで20分ぐらいあの十分楽しく、えー、演奏を聴きましたということを中村さんおっしゃられてましたはいやっぱり子供たちの笑顔があるとすごくこう活気があって、あのー、雰囲気がね明るくなって元気いただきましたということですでえー その他にはですね、こちらの羽生神社さんの、酒、え、井、ーま、宮司さんのね、ちょっと投稿からなんですが、こういうね、えーま、神社の門のところに絵馬がかかってるんですが、ま、こういう絵馬を描か,かれている絵師さんも、あの祈願祭の方にご参加されたそうです。はいであのー 池田さんが、えー、皆さんの前でこうお話を、ね、されて、ね、あの順番に祝詞、えー、をね、えー、宮司さんが挙げられてということで、はい、あの祈願祭は滞りなく、あのー、もうそこに,にゃあのご用意されてた椅子にほとんどもう椅子の空きがなくて全部埋まるぐらい。 大正で、はい、たくさんの方があのご参拝といいますか来られてにぎやかな、ね、祈願祭だったようです。えー、っとねこれ、まあ、ちょっと、ね、全員の方のご教会いた頂いてないので、まあ、さっと出してさっとしまおうかなと思うんですが、まあ、集合写真も撮られたということで、えーっとね、一番右下にね、あのー、このこのャスも何度か えー、ゲストで出ていただいたり私もいつもねあのお会いしましたらよくしていただいてます大阪ブルーリボンの会の元代表の、ね、中林さんも、えー、ご参加されたということでの写真の方にね写られてます中林さんね、あのー、今はね代表を退かれたということで今は大阪ブルーリボンの 会員の代表は山本さんって方に公認、えー、を譲られたということです。はい、でそれからですね、うん、あのーま、皆さんで祈願祭をが終わった後はあと、の、は、ー、神社の方で、ま、お食事といいますか、まあ、あのー、観覧ですよね。 はい、一人一人ご参加された方が、まあ、そこではあのー、一人ずつ自己紹介もされて「まあ、どこどこの何々ですんです」「まあ、どこどこから来ました」みたいな感じで自己紹介もされて楽しく、あのー、お酒も飲まれたり、あのー、お食事も召し上がったりして楽しくお話できましたということです。であのー、腰の完売の,、ね、あの大きな えー、お酒を池田さんが新潟から持ってこられて、あのー、皆さんに、あのー、注がれて、はい、で乾杯をされて、ね、なんとかこうめぐみさんが早く、ね、戻ってこれるようにということを皆さんでこう、えー、気持ちを一つにできたということでだったそうです。でちょっとここれね皆さんがこう えー、寄せ書きを、ね、されている色紙を見ていただきたいなと思うんですが、はい、横田めぐみさんとすべての、えー、拉致被害者の、えー、早期帰国祈願ということで、えー、たくさんの方がね、あのー、思いとお名前の署名をされています。あ、ああラインマッカーさんありがとううございますもう娘も娘、あのー さっきねまたあのー、抗原検査やったんですがもう陰性になってましたはい、まあ、陰性になってましたがまだ、えーねかあのー、自宅から出てはだめなので、えー、火曜日まではあのー、自宅で、えー、避難といいますか <laughs> はいあのー。 ね、部屋に閉じこもってもらおうと思ってます。まあ、お医者さんからもね。そういう風に指導されましたので、も火曜日まで我慢しいようっていう風に言ってます。まあ、もうご飯も食べれてるので <laughs> はい。ありがとうございます。はい、池田さんの名前ももちろんあるんです。で、木田さんあのー？今日のね。大阪ブルーリボンのあの署名活動もご参加されましてはい。 こうやってね、あのー、署名活動、ね、昨日はま祈願祭、岸和田の、えー、羽生神社での祈願祭で、今日は大阪の天王寺の駅前での、えー、署名活動にご参加されたということです。はい。でね、大阪ブルーリボンの解散って、あのー、天王寺っていうのは、あの、 宗なんですね、天皇寺さんなので、あの21日って、まあ、ご存知の方、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、お大師さんって皆さん分かりますかあのー、弘法大師様のね、空海の、はい、空海弘法大師様の、あのー、月命日で、21日はお大師さんって言って、あのー、真言宗のお寺の参道とかにはこう、 露天もたくさん並んで、こうにぎ、にぎわうんですよね、参拝される方が多いんですね、ご法要がありますので。はい、ということで、明日平日なんですが、えー、明日21日ですので、またあの明日も、えー、署名活動があるということです。なので、あのもし、天王寺駅にね、あの、 行かれる方いいららっしゃいましゃまたぜひ、やってるのかなという感じで探していただきまして、あのー、署名していただけたら嬉しいです。これに大阪ブルーリボンの会の、あのー、この、えー、平成、平成じゃない、ごめんなさい、<laughs> 令和4年度のあのー、署名活動のスケジュールが載っているページになります。はい テンポイントさん、うち天台宗だけど、天京大師様って呼ぶのかな天京大師のンジ何もやってませんね多分。あ、なんかね、ほんと工房大師さんだけですよね。うーんな。なんでなんでしょうね。うーん。必ずね、あの神戸だったら須磨寺が有名なんですけど、お大師さんって言って21日は結構人がね、たくさんあのお寺に来られるんですよね。もうご法要と。 あと、その露店楽しみに、ね、来られる方も多いですよね。まあ、こんな感じで、えー、大阪風呂リボンの甲斐さん、あの、まあ、明日もね、署名活動を頑張られるということです、えー。天王寺駅前公園口というふうになっております、今日も公園口で署名活動してくださいました。 はい、今ね、大阪ブルーリボンの解散は、南波ばの高島,あ高島屋の、<laughs> すみません、なば高島屋の北側と、えー、JR 天王寺駅前と、えー、京橋駅の連絡通路、はい、その3か所で、あのー、署名活動を続けてくださっています。 え、そうなの月山、信号集やったん。うーん。知らなかったわ。まあね、ま、だ誰が、ね、な何集とかあんまり聞かないですもんね。うーん。はい。ということです。ね本ほんと私ね、ちょっと無念でした。やっぱりね、なんか、全然こう、うーん、自分の中で、 ものすごく感染してるリスクは高いような行動してたんですが、まあ、娘と結構接触してたのでだから映っててもおかしくないというか映ってないとおかしいぐらいこう一緒の車にも乗ってましたし、あのー、長くね同じ部屋で喋ってましたし、まあ、家の中ですからマスクしてなかったですし。 私も絶対これは映ってるなと思ったんですけど、今のとこね、熱もないですし、何にも違和感もなくて、無症状感染、ねに、そんな20代の娘がこんな症状出てるのに、私が無症状ってことはないとは思うんですが、うんでね、私、一応、金曜日あ、土曜日か、にあの抗原検査で、自分も、あの ででね、検査したんですけど、陰性だったんでからやっぱり今のところ陰性だなと思ってでもうーん今濃厚接触者になった方は3日目ぐらいにあの厚生労働省があの認可を出している抗原検査キットを使って陰性だった場合はその3日目のところで陰性が出たところであの自宅待機解除になるんですよね。 でもちろん私もそういうものを使ったんですけどでもねうんそれをやった後に発熱する場合もあるんですよ。うんその潜伏期間って人差があるのでだからね私その一応国が今決めている濃厚接触者の行動としては出てもいいんだけどだからといってもし私が。 ね、祈願祭に参加してその後あのー、誰かがこう発症したら私のせいだったんじゃないかっていうふうに思,思うだろうしその人も「わあシェリーさんからうっさんだ」って <laughs> 感じるんじゃないかなと思うとやっぱりねうーんもうこれはもうやっぱりねご迷惑かけるからやめとこうと思って今回は断念しました。 はいそうですよね。日本だけが真面目にコロナ対策しもうでも全員かかっちゃえみたいなノリでやるとうーんねちょっとねそれはそれでほら家族がね濃厚接触者になってやっぱりほらお仕事行けなくなったり自宅待機になるのでそれを思うとねうーんかといって。 対策しないで、まあ、しすぎて経済止めてもダメだししないで爆発するのもやっぱりねその方がいいっていう考え方もあるみたいですけどね楽しく生きようよみたいなうんはいあえー、渡さん去年の夏は あの去年の夏に陽性になったんですが、デルタの時ですよね、あ家族に、ね、移せなく移さなくて済んだんですね、よかったですね、結構ね、気を使うんですよ。あのトイレのドアとか、お風呂のドアとか、どうしてもこう、ね、触ってしまうので、アルコール消毒をま、ね、めにしたりとか、あのー、食事も、ね、こう部屋のドアの前に運んで、ね、コンコンってして、ね、持ってきたよみたいに言って。 私が立ち去ってからドアを開ける音がしてこうこそっと手だけ出てきてですね <laughs> まあ見てないんですけどねうんこうでまた次に部屋の前を通ったらあの食事食べてるからになったね食器が載ってるお盆が置いてあるともう何日かを見てないかなみたいな感じでうん気を遣いますよね本当わかりますわかります。 ねえそれがなかったらねもっとね自由に <laughs> 自由にというかそれほど気を使わずね、あのー、動き回れるんですけどね、うん、いやいつだったらコロナのことって収まるんでしょうねまあでも去年が14日間の濃厚接触者待機だったことを思うたら今その3日目でね あの政府承認の、えー、抗原検査キット使って陰性だったら一応出れるってことになってるからすごく短くなったなとはい思いますけどねうんあ家族に気を遣わずに済んだ千鶴さんもなったことがあるんですかね陽性なんかねこ,うこれだけまあみんなも結構大変なコロナの陽性に3回もなったっていう人も いたりして、ね、2 2回とかねそんな人もいるのですごいなと思うんですけどうん私もねワクチンね3回は打ったんですけど4回目ねちょっと悩んでるんですようんでもやっとこうかな熱は出ないんですけどね腕の痛みがねもう強烈なんですよ私、あのー、寝返りも一切打てなくなるんですよ。 <laughs> それがね、まあ、そんなことをね、わがままですけど、うん、え私の携帯の調子が悪いのか、音量を最大にしても、シェリーさんの声が聞こえないです。え聞こえないですかけっあのー、一回、もしかしたら、あのー、なんていうのかな、ツイキャス、一回出ていただいて、入り直していただいたら、聞こえるかもしれません。 うん、すいません、えー。ちゃんやまさん、お試しください。あ千鶴さん、4月に陽性になったんですね。そうだったんですね。まあ、でも、あの元気に回復されてるんですね。いつもより音が小さい気がするので、あかなり上げてますか、すいません。ちょっと、あの、大きい声で話すようにします。近づけたらいいですか大きくなりました三浦先生、すいません。ありがとうございます。はい。えーとですね。 き、えーまあ、今日皆さんにいろいろと大きくなりました大丈夫ですかはい大きすぎたらまた言ってくださいね私あんまりね声あのー、大きくないのかもしれないですねすいませんえっ、ー、とですね今日皆さんにあのー、先週ね私ねツイキャス終わってから先週ねツイキャスね切り忘れやってましたね すみません、切り忘れと言いますかね、一旦切ってからすぐにね、あの、ライブのボタン、また押してたみたいで、あのー、家庭内の会話が <laughs> 丸着声だったみたいで、本当にあの、もう、もう笑っていただいていいんですが、恥ずかしい、お恥ずかしいところをあのお聞かせいたしました。はい、すみません、トイレにに入っっててななくて本当良かったなと。 本当に思いましたなんかねあのー、ツイキャスって通知音が入っちゃうのでツイキャスする前にねマナーにするんですよ音をね。なのでねあの後から見たら中さんもキ吉さんもすっごい電話してきてくれてて「<laughs> シェリーさん切れてないよ」ってメッセンジャーもたくさん来てて「ああもうなんかすいません笑ってください」っていう風にあのー。 お伝えしたんですけど、何分ぐらいでしたかね？四分か五分ぐらい、<laughs> あの普通のもう神戸弁丸出しの、はい、えー、夫婦の会話が流れたようです。<laughs> はい、すみませんもうすぐ削除しました。なのであの YouTube に上がってる分はあ大丈夫、<laughs> 無事、あのそういうね、えー、関西弁丸出しの会話は入ってなかったんですが、はい。 でね、先週野村悟先生の、ねあのーまあ、思い出といいますか私がお世話になったことだったりツイキャスで、えー、お話ししていただいたことだったりを皆さんに聞いていただいたんですがあの、ね、大事なことを、ね、お伝えするのを忘れてましてこれを皆さんにちょっとぜひ聞いていただきたいなと思う、えー、ものがありましたので。 ちょっとお話しさせていたえー、これねこれねもうねあのー、かなり古い雑誌でしてこれ2007年なんですよ2007年の4月発行の「激論ムック僕らの核武装論に」に、あのー、野村先生が寄稿した文章を なんですねなのであのちょっとね僭越ながらと言いますか慎んで私があのこの野村先生の核武装論をあの朗読させていただこうと思いますので皆さん野村先生がどうして、えー、拉致被害者を取り戻すために核武装論者になったのかっていう答えが全部このあの 加工された文章に詰まってますので、聞いていただけたらと思います。すいません。えー、まあ一気に読ませていただこうと思います。野村先生のお写真にして、まあの私の声なんですけど、野村先生がね、えー、語ってると思って聞いてください。はい。 えー、もし日本が核武装を宣言したら2006年に北朝鮮が最初の核実験を実施した直後だったもしかしたらこの機を逆手に取って拉致問題の抜本的解決を図れるかもしれない突然そう思いついた日本が核武装を宣言するための理論的根拠は次のようなものだ。 我が国は場合によっては数百人に上る拉致被害者を断固として北朝鮮から取り戻すことを決意した北朝鮮が交渉に応じない場合は軍事力の行使も辞さない覚悟であるそれゆえ北朝鮮の核とミサイルに対する抑止力として我が国も核武装することをここに宣言する 同時に我が国の核はあくまで北朝鮮から拉致被害者を奪還する目的で保持されるものであって他の近隣諸国に脅威を与えるものではないことも確約する。我が国の核開発とそのための核実験は北朝鮮からすべての拉致被害者が帰国するまで継続される。 もし日本がこう宣言したら世界はどう反応するかもちろん北朝鮮は焦るだろうしかしそれ以上に焦るのは米中韓の3国である日本をいつまで自国の傘下に置いておきたい米国は我が国が自前の核を持ってしまっては困るそれは戦後長らく米国の茶坊主として精神的に武装解除されてきた日本人を軍事的に理論武装させてしまうことにもつながってしまう もっと困るのは近い将来にアジアジの派遣を狙う中国だ。近年富に増してきた中国の影響力を担保しているのは急進的に発展してきた経済力同時に毎年2桁増で予算を増やしている軍事力にある中国の国家目標は21世紀の早い段階でかつてのソ連のような米国と並ぶ世界の二大大国にのし上がることだ。 彼らの夢は清朝最盛期に最大に達した大中華帝国の復活であるそのためにも日本の軍事大国家は絶対に許せない日中の国力を比較した時経済力も通常兵器の戦力もきっ抗している現状の中中国にあって日本にないものそれも数百対ゼロで圧倒的な開きがあるのが核戦力である だから現在の安倍政権に中国が一番恐れているのは日本の核武装だそして憲法改正だ韓国の場合先の二大国と若干様相が異なるがやはり日本の核武装は許せない日本が核武装したところで韓国の国益上大きな不利益はないはずだがこの国は国民感情という厄介な問題がある韓国人にとって日本の核武装は、 かつて自分たちを支配した日本帝国主義の復活と移るだろう。日本が核武装を宣言すれば、当然のことながら強烈な反発が起こる。それを許した時の政権転覆にも発展しかねない。やはり日本の核武装は韓国も困るのだ。核こそは最大の外交カード。このように見ていけば、核は国際社会の中で日本が存在感を示すための 最大の外交カードであることがわかる2006年10月北朝鮮が核実験を断行した際駐日米国大使館のシェーファー大使はすぐさま北朝鮮の核攻撃があった場合米国は日本の核の傘を提供すると発言した日米同盟は万全だから安全するようにというのであるまた中国も何とか実験を思いとどまさる 思いととどまらせようとピョンヤンに党幹部を派遣した、たそれでも北が核実験を強行すると、激ししい怒りをあらわにしたなぜかその裏には北朝鮮の核実験が日本の核武装論、そして憲法改正議論を誘発し、ひいては東アジアの軍事バランスが崩れることへの警戒心が働いたのだ,働いたのだと見て、まず間違いない。 米中ともに日本で核武装論が起こるのを堅気しているのだ核が最大の外交カードであるゆえんである核武装といっても中国のように何百発も持つ必要はない私が知人のある防衛庁関係者から聞いたところによれば4隻の原子力潜水艦に SLBM= 潜水艦発射弾道ミサイル を積んで日本の周囲をぐるぐる回らせておけば理論上どの国も日本を攻撃できないという核は優れて政治的な兵器であると言われる現実問題としてこれまで国際社会で実質的な発言力を持っていたのは米英中ロフツという国連常任理事国からなる核クラブだけであったというのがその何よりの勝者である。 核が政治的な兵器であると最初に見抜いたのは中国の毛沢東だったソ連のフルシチョフは中国人は満足にズボンも履けないのになぜ核を持つ必要があるのかと言って嘲笑ったが中国側は我々は一皿のスープを皆ですすり合いながらでも核開発をやると向きになって答えたアメリカ帝国主義に対抗するためというのが表向きの理由だったが 毛沢東が真に恐れていたのはソ連の核だった、えー、当時中流は激しく対立しておりあ、中流じゃないもすみません当時米、えー、ソですね米ソは激しく対立しており毛沢東は共産圏の創始国であったソビエトから軍事的にも政治的にも独立するため核実験を強行したのであるその結果当時の大躍進制約 政策の失敗と相まみなって中国の経済は極端に疲弊したが以降ソ連は中国に対し強圧的な態度を取れなくなったつまりリーサルウェポンである核兵器はそれを行使することにより保持することに意味があるそして同時にこの政治的兵器は持たないものが持つというだけでも大きな圧力となる。だから日本が、 北朝鮮から拉致被害者を取り戻すために核武装すると宣言した瞬間に、米中韓、そしておそらくはロシアも、これを阻止するため、日本人拉致被害者を返すよう、北朝鮮に一斉に圧力をかけるだろう、その時にこそ、北朝鮮への経済制裁は効力を発揮する、つまり実際に核武装をしなくとも、括弧個人的にはした方が良いと思っているが。 日本は核を持つというだけでも。北朝鮮から拉致被害者が帰ってくる可能性がある。はい。以上です。つまり。もう日本がですね、それぐらい。うーん。まあ。今までね、あの。外務省とか、日本の政府も。ね、手を変え品を変え、いろいろな、まあ。 やってきたとは思うんですが外交のね交渉はやってきたと思うんですがこういうね大きな何て言うのかなびっくりするような、うん、世界に注目が集まるようなもうそれこそ、まあ、今,今,今風で言うと炎上するような大きな決断を言うだけでもやる前からね目指すと。 日本は拉致被害者を取り戻すため核武装国を目指すっていうだけでも周りの国が慌てて、まあ、世界中が慌てて、えー、中国も韓国も、えー、欧米もロシアも北朝鮮お前どうするんだとお前がもうずっと、ね、30年40年50年と拉致被害者返さないで死んだんだ解決 問題解決したみたいなことを言ってるから日本が核武装するなんか言い出したいないかとお前かにせよっていう、えー、国際的団結圧力みたいなのも持って動かそうという、まあ、それだけね野村先生は本気の本当に真剣な思いで、まあ、これが2007年ですから このの、ね、あのー、当時、激論ムック、僕らの核武装論に書かれてたことをですね、まあ、当時のね、えー、政治家トップさんが見てなるほどなというふうに思ってくださっててそういう発言を、まあね、総理大臣の方が言わないとやっぱり一致、ねあのー、民間人だったり普通の。 一国会議員の方が言うんじゃなくて、まあ、今で言ったら日本のリーダー、ね、政治のリーダーは岸田さんですから、まあ、岸田さん当時だったら安倍総理がそういう発言をしただけでも、大きな進展だったり、まあ、動きがあったんじゃないかというふうに、うん、思いますね、2007年ですから、ね、15年前ですよ。 えー、横田めぐみさんが拉致されて11月15日で45年経ちましたが今から15年前だったら、まあ、30年経ったところですよねもちろん30年ってすご,くすごく長い年月が経ってるんですがそれでもめぐみさん13歳で拉致されてるから、ね、30年経った時っていうのは43歳で今よりはずっとまだ若いですし。 まあ、タラレバの話したらきりはないんですが、あそうなんですね、三浦先生。うん。あ最初のね、救う会の全国協議会で佐藤勝美さん、代表のね、佐藤勝美さんもそういう意見だったんですね。うん、でもね、これぐらいの大技は、私ね、使っていいんじゃないかなと思うんですよ。だって、核武装するって言ったって、そんなね、 昨日今日でもちろんできるわけではないし、日本にね、そんなことするなんていう声ももちろん上がるのは分かってますが、いやいや、野村先生が書かれているように、日本の核は、ね、他国に対して使うものじゃないんだと、で、これは、えー、あくまで北朝鮮から拉致被害者を奪還する目的で保持されるものなんだとこれを保持してその軍事力と。 まあ強い軍事力を持ってね、あのー、そういう軍事力イコール外交力じゃないですか、そういう強い軍事力、強い外交力を持って進まなければ、もう本当に被害者が、家族も被害者もなくなってしまうんだって、もう猶予がないんだっていうことはね、日本の政治家さん、言ってもいいんじゃないかな、政治家さんっていうか、トップですよね。 言ってもいいんじゃないかなって私は思うんですよね。まあこんなの私が言ったところでもちろん岸田さんにも聞こえませんしね。はい。もちろん安倍総理にも届きませんでしたが。でもね、こういう国民の声がちょっとでも湧き上がると、なるほどなっていう、それはまあ,あの全面的に賛同できなくても、まあ手直しが必要でも、一理あるんじゃないかなっていう声があったら、 私、運動のこういい柱になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、えっ、ー、とね、野村先生は、これを2007年の4月のその激論ムックに寄稿した後に、まに、あ、ご自身のブログで、まだね、2014年、寄稿してから7年後、もう一度自分、ご自身のブログでえ書いてるんですね。 なんかっら私がツイキャスに野村先生出ていただいたのが多分2016年か17年だと思うんですけどその時も同じことをお話しされてました。僕は、えー、核武装論者になったのは北朝鮮から拉致被害者を取り戻すためにこの手段しかないというふうに思ったからですというふうに。えー 静かにお話しされてましたもう決してねその世界にこう強い圧力をかけたいとかではなくそれぐらい切羽詰まってるんだと被害者を取り戻すためにはこれもやむを得ない選択なんだということを世界にアピールすることで、まあえー、世界中巻き込んで北朝鮮への早くなんとかしろという。 もうのんべんだらりとねこうかわしてばっかりいるがそんなことはまかり通らぬぞっていう日本の本気度を見せつけるっていう私はねうーんねっそう月さんか書いてるように議論するだけでも抑止力になるんですよ。それを、まあ、広島のねあのねああ地盤があるから っていう理由のようですが岸田さんは議論さえされないというふうに言われたそれでいいんですかって本当に拉致問題はあ今日のね私あの大阪ブルーリボンの会の会員さんの,あの中村さんにもねお話お聞きしたんですが中村さんも長くずっと救出活動本当に熱心に続けてこられて今どんなお気持ちですかってお聞きしたら。 日本の最終課題と言いながら、全然こう、なんていうのかな、まあ、想像だけど、外務省の方は、あの、まあ、通り一辺倒というか、こう、お役所仕事的な、あの、日本は拉致被害者の、えー、帰国を、一日も早い帰国を望んでいるだったり、まあ日本側の主張,主張を相手に伝えるということは、やっているとは思うんですよ。 でも、ああ、そうですかって、向こうが、はいはい、ああ、そうですかって、受け流されちゃったら、もうそこで終わりのようなことしか、そういうお願いしかやってないんじゃないかというふうに思えて、しょうがない、もうもっと、まあ、中村さんがね、こんなことを提案されたんですけど、例えば、キム・ジョンウンさんとうん、日本のね、ディズニーランドね、日本政府が貸し切りましょうかと。 えー、自由にねご家族でね遊んでくださいとか、まあ、それはあのー、日本のディズニーランドもね、あのー、オリエンタルランドさん一企業さんですからそ,そのオリエンタルランドさんの、えー、了解も得ないといけないのかもしれないですが、まああのー、日本国政府がお金を出して貸し切りしてそういう風にこういううまみがありますよ。日日本にご家族で来て1日 とかね、こうディズニーランド貸し切って楽しんでいただいてでもうちょっと膝を詰めて本気で拉ジ問題の話をしませんかみたいな、まあ、それはちょっとうーん無知とねあのア、ー、メとムチのアメになるんでしょうけど、まあ、そういうこととかもやってみようかだったりもう失敗してもとにかく手を返し品を替えどんどんやっていかないと。 でどんどんやっていってたら失敗しててもあ日本国政府またこんな手を使ってやろうとしてる、まあ、あれ前失敗したのに今度は違うことを思いついてやろうとしてるっていうふうにこう国民側も本当に必死度が伝わるじゃないですかうんああそうそうそう USJ とかねそうそうそうはいだからそういうなんかこう必死度やってるやっていうのはもちろん まあ日本国政府も拉致問題対策本部も拉致問題担当大臣も言われて何もやってないことはさすがにないとは思うんですがうーんそのやってるがどれほど相手に効いてるのかまあ効果ですよね効いてるのか日本のねあのやっぱりそのトップの人にしか任せれない交渉がやってるのかそうかじゃあ国民は。 成果が出るまで待たなきゃなーって待ち続けてき,きましたよねずーっとねでこのまま本当に嫌なこと言いますけど残された被害者の親御さんも全員亡くなられてでもあの政府認定の拉致被害者の方でもねものすごく高齢の方もいますよね人間には寿命がありますから これね、日本よりも食糧事情とか医療環境が厳しい北朝鮮でこの人この年齢で生きてらっしゃるだろうかってなっていったらもうそれこそあの取りり返しは本当につかななくなりますよね。うん私ね国民を取り戻すために日本国政府が必死になっておかしなことまあ核武装に。 してもそうですよあの極論言い出したおかしなこと言い出したって世界に移ってもねいいと思うんですよそれは恥じゃないと思うんですよねあの横田咲恵さんがねおっしゃられているように国民が奪われているのに取り戻さないほったらかしあの騒ぎもしないし知らん顔であの一生懸命やりますと口にはされるもの一切進展もなく取り戻すこともできない こんな国家はどうなんですか恥だと思いますっていうふうに早紀江さんおっしゃられたらその通りだと思うんですよ。なんか日本国は変なこと言い出したぞおかしなこと言い出したぞって思われてもね国民を取り戻すためなんだなっていうその本質をあの国際世論国際世論というか、まあ、あの世界に訴えたら。 そんなにね、こう何ていうのかなうんですよ、ね、うんし私も反対にシンパシー持たれてああ日本国ってこんなに国民のために必死に何ん,んとかしようとしてるんだなっていうふうに私はこう国家としての、あのー、国民を守るっていう。 一番大切なことをあの責務をね。全うしようとしているんだな。この政治家さんたちトップはっていう風に打つうん、そういう風に映るんじゃないかなっていうふうに感じるんですね。はい、三浦先生ありがとうございます。韓国の右派の方と話した時、北も中国もロシアも核を持っているんだから、韓国も持たないと守りようがない。核開発をすべきと言っていて、まあ、そうだよなと思ってしまったことがある。 そうなんですよね。私もねああのもちろん核って核兵器ってやっぱりあの作ってしまってからあのもちろんねあの消費期限といいますか、はい、作ったものがずーっと何十年もねあの 変えるのかかっって言ったらそんなななこといいじゃないですかやっぱり古くなってしまったものは処分しなきゃならなくなったりあ新たにね作り足していかなきゃいけなかったりとかじゃその処分するのもあのー、地球のねまあ言うたら、えー、深く掘ってとかいうのも汚染につながるんじゃないかっていう意見もよくわかりますし私も核兵器を本当は減らしていかなきゃいけないって もちろん、従々分かってるんですが、でもね、核兵器を減らします、みたいなことを言って、オバマさん、あのー、ノーベル平和賞もらったけど、アメリカの核って減ってないですよね。うん。まあ結局、綺麗事ですよね。だって減らせられない理由がたくさんありますもんね。アメリカがいくら世界一の経済大国でも、 軍事も世界一強いっていうふうにしないとアメリカは一気に自分の影響が薄まるでしょうしうんやっぱりねあの世界にこう影響力を強く持っておきたいっていう大国のね意思もあるでしょうし、えー、そういう大国に対して、えー、狙ってくる、まあ、敵国というか。 ライバル国に対して、も、え、のー、を言わさぬというか、うん、ためには核って、核兵器って持たなきゃいけないんですよ、もう野村先生が言われている通り、えー、核兵器っていうのは、行使することよりも保持することに意味があるし、これは軍事的な兵器じゃなくて、政治的な兵器なんだと。うん、はい。 えー、ありがとうございます。皆さんのコメント今読ませていただいてます。えー、条件を受けずに話し合うというのなら、それはそれで一つなんですよ。反対か賛成かは別として、金正恩を日本に招いたっていいんです。それだって日本の本気だを伝える。そうなんです。だから、もう、飴でもいい、無知でもいい、もう、核持ちますって言いながら、優安じゃように招いてもいいし、うーん、その、お金、 もうですね本当に向こうが何て言うのかなできたらお金は本当はやめた方がいいでしょうけどねまあ、技術力だったりあのー、助かるんだっていう向こうのああでもな北朝鮮で行くにはお金は出したら庶民に渡るわけじゃないですもんねまあだから自国のねうまみですよね。うーん ミサイル乱発の裏で北朝鮮内部ではお金もお米もないともうどれほどあのね今年北朝鮮って今何発撃ったんでしょうねうん私がちょっと前に見たやつで40発ぐらいだったんかなもう国民の人たちがみんなこう食料を十分配給してもらえるぐらいの。 量のの、ね、あのー、ミサイルの開発資金といいますかうーん。月日さん、歴代政権、北朝鮮を刺激しないよう刺激しないようにしか動いていない、うん、これね、私も本当にそう思うんですよ、で、刺激しないとね、じゃあ、いいことあったのかって言ったら、何にもなかったじゃないですか。 北朝鮮ってね、もちろんね、日本がこう口で非難しただけでも、すごく反発してきますけど、あのー、まあ、向こうはメンツとかもね、あるから、言われたら言い返したりもしますけど、本当に顔真っ赤にして、連日繰り返し、許されへんっていうぐらい、本気にさせたことはね、ないんじゃないかな。結局、反応してもらってないんですよね。 そうそう、そう、もうね、もう、デッドアライブだと思います。で、あの、本当に、なんていうのかな、日本国歴代総理が、日本国の最重要課題ですと、最難,最難関課題でもありますけどね、もう一丁目一番地です、拉致被害者の救出は最重要課題ですというふうに。 いうのが本当に美、えー、ジレイクじゃなくて本気で言ってくださっているのならこんなね刺激ししななないいよよううにんんかしてないと思うんですよね、うん、もっと手を入れてきたところもあるだろうしもっと日本が世界で一番きつい制裁もかけて日本の中にある出先機関である朝鮮総連も うんね、枕高くして寝てると思いますよ、朝鮮,朝鮮総連の,あの幹部の方々、日本の中に今、えー、と北朝鮮の国会議員の方が <laughs> 5名ですかね、はい、日本の国で北朝鮮の国会議員という肩書で、 あのー、何の怖さもなく、のびのびと、ゆっくり眠れるという、うん、あねそうそうそう、そうですよね、宮根先生、今回、北朝鮮は日本が残日とソ連を弾圧していると言ってきた、これ、意外と久しぶり、これは逆にチャンスかもしれない、うん、あの弾圧はされてないと思います。 在日の方にね、まあ、ヘイトスピーチとかいろいろありますけど、その一部ね、もちろん日本人の、誰も、えー、そういう民族差別してないなんて私も言わないですが、あのー、在日の人に対して、えー、日本国が差別だったり弾圧ってことはしてないです。はい。で、朝鮮総連に対しても、 弾圧してないです。してないけど、してるっていうことでですね、あのーまあ、日本の中での分断だったり、まあ、北朝鮮は、えー、日本にねこう、よくしてもらってるなんて言うわけありませんから、えー、日本のね、あのー、なんていうんですかね、北朝鮮の金王朝に、うんあのー、忠誠を誓っているような人たちに、 お前ら日本で被害者やろうと、うん、取れるものは取れよと、えー、被害者なんやから、えー、日本人立ちひ問題とかがねこういろいろ声高に言われても自分たちの方が被害者なんだと自分たちの方が弱者なんだと日本人から弾圧されてるんだっていうそういうねスタンスでいけようというふうになんかね言われている。 在日のの人たちに向けてのメッセージにも、ね、思えますうーん。そうですよね。でも三浦先生が言われてるように弾圧なんかねしてないですよ日本は。本当に。うん。あのー、もちろん日本国籍の子どもたちと同じように、えー、在日の、えー、韓国の方も、えー、在日。 北朝鮮籍っていうのはないので在日朝鮮籍の方もあの学校も公立学校どこでも通えますし、まあ、私立はね受験とかもありますから、えー、受験とかで受か,受からないともちろん入学できないんですけど公立のね小,小学校中学校の義務教育受けれないみたいな話はね 1あの一回もないです、あったらね、もう向こうが手をたたいて裁判もやると思うんですけどね、そんなことは一切ないです、それよりも、ああいう北朝鮮のね、うんトップ、ね、今回ね、娘さんとの写真をね、メディアに出してきましたね、まあ、何かと話題をね、作りたいっていう考えなのかもしれませんが、なんかね、2人目の娘さんの。 のようだというふうに言われてて、十三歳の女の子というふうに言われてますが、あのー、こういうまあ、えー、日本海に向けて爆発かね、ミサイルをまあ短距離長距離打、えー、ってくるような日本の上空も飛ばすような首領、えー、様ですよ。で、北朝鮮国内では。 あの成分表っていってね身分がこう4層ぐらいに分かれててでも低変層の人たちは本当に貧しくてもう食べるものも,もう配給もないからなんとかねその市場であの自分たちで自分たちの経済力で食べるようにしてるんですがでも配給もできない北朝鮮政府は。 それを、ね、もう,こう黙認しているような形ですが、まあ、そういうことがねできないような経済力の本当にないような方たちはもう餓死してしまったりで病気になっても病院に通えるお金もなかったりで、まあ、もしお金があったとしてもねまョ、あ、ンの病院で、えー、朝鮮労働党の幹部の人たちとかそういう 上の方の身分,身分の人たちがね通えるような病院はまだ薬とかちょ,ちょっとは医療技術もあるとは思うんですが平壌以外の地方都市だったり、まあ、貧しい身分の人たちはお金もないしうーん薬ももらえないしもう病気になったらね、まあ、じ自分のねもう 回復力で治すかもう日本でいう抗生物質1つあっても炎症が止まるところをそういうものがなくてうーん野草、ね、なんかをこう口にしたりして民間療法でね治したりそれで治らなかったらやっぱりうーん障害が残ったり亡くなられていくっていう形ですよね。うーん はい、でそういう北朝鮮の国民をね、北朝鮮人民を殺しているトップに対して、あの日本のねあの、別に植えることもないし、毎日ご飯もね、十分食べれて、日本の、えー、インフラとかですね、公共施設、公共交通機関だったりの、えー、恩恵も受けている。 朝鮮籍の方だったり朝鮮総連の、ね、方はそ,その祖国っていうか本国にねどうして非難しないんでしょうね国民をさせるなとだから結局あの人民の方は向いてない、ね、あの金王朝さええー、維持できたら存続できたらっていうふうに考えている朝鮮総連ですよね。 でその朝鮮総連参加にある朝鮮学校ではもう絶対的な、あのー、忠誠を誓わせてこんなね金正恩さんに対して忠誠を誓いたくないですみたいなそんな意見は絶対まかり通らないわけですよもうこの人のために、あのー、この人のおかげで生きていますと。 ね、キム・ジョン様のおかげで私は毎日幸せに暮らしており,おります。ありがとうございます、キム・ジョン様っていう子どもたち、ね、の、まあ、洗脳教育ですよね、それしか認めない、えー、そういう洗脳教育を日本国内でやってるんですから、子どもへの、ねまあ、児童虐待として文科省も何か言うべきだと思いますし、実態調査とかしてね、まあ、実態調査も。 行きますよ、なんか言ってたら隠されてしまうからもう抜き打ちだったりあのん,ん,なんていうのかな名前を明かさない状態で卒業生からの聞き込みだったりねできると思うんですよねいくらでも。でそれで実態、本当の実態はどうなんだっていう調査もねいろいろ調べてああここは学校としては問題があるなって思ったら。 うーんね、えやっぱりなん、あのー、児童を守る法律あるわけですからそういうものを日本の中で行使して、えー、日本子どもに対してこういう教育は良くないんだと、えー、是正するようにっていう勧告するなり教指導するなりとかねそれぐらいはやったらいいんじゃないかなとねえそうそうそうあ三浦先生本当にそうです本当そうですあのー、皆さん見たことあります えーっと、なんだっけ、あれ、なんだっけ、名前忘れちゃった、あの、1月にね、北朝鮮に、あのー、なんていうの、日本日本の在日の朝鮮学校の生徒さんたちがこう、選抜されて、優秀なね、子供たちが向こうに行って、ああ、そうです、そうです、ありがとうございます。あのー あのー、キム・ジョン様みたいな、えー、踊りだったり歌だったりそういう合唱だったりっていうね、まあえー、芸をね演芸を、あのー、見せに行く公演があるんですよソルマジ公演って言って YouTube とかでソルマジ公演って、あのー、検索していただいたら出てくると思うんですけど。 朝鮮語ね話してるんですけどそれみんなね日本の朝鮮学校の子どもたちなんですよ。で親御さんと離れてね1か月近く12月ぐらいから北朝鮮に渡って向こうで暮らしてその講演のために練習を重ねて当日キム・ジョンとかねまあこういうあの、えー、労働党の幹部だったりとか、えー、向こうのあの 政治家さんとかですね、まあそれもね有力な人ですよもちろんそういう人たちに見てもらって、えー、自分たちはこういうふうにあのー、北朝鮮国家と首領様のために、えー、命を捧げますみたいなうんそれが本当だったら本当に怖いですし嘘だとしてもやらされてるんだから虐待ですよねこんなんねあありがとうございます。 はい、三浦先生がね今ね URL 貼ってくださったのでぜひ皆さんちょっと見てみてください多分あの、そういう公演の様子なんかも書かれてるんじゃないかなと思いますうんこういうことね日本、あの、YouTube も削除してないしいくらでもねあの、私たちがすぐに見れますしで、こういうソルマジ公演とかが。 行われているのはおかしいんじゃないかっていう声なんか聞こえてないと思えないんですけどね、うん、文科省でそういうなんていうのかな電話とかないのかなうん、うん、こんな日本の中でこんなことがなんていうのかなまかり通っててで北朝鮮でねあの厳重に抗議したみたいなことミサイル撃たれたらですよ 岸田総理も厳重に抗議したとかって言ってますけど厳重に抗議したって向こうは「はいはい」って鼻くそほじって聞いてるわけでしょもうもう、まあ、鼻くそほじってるかどうか分かんないですけど、まあ、そういう感じじゃないですかねあのー、な何にも気にもしてないと、うん、であのー、国際的にじゃあ一番圧力かけてるのかって言ったら でこの間、えー、対北朝鮮ロビーストの加藤健さんからお話をお聞きしたときに分かったように日本は全然最,、ね、あの最大の圧力もかけてないアメリカよりもかけてないこれで、あのーまあ、APEC だったり G20 だったり G7 とかで、まあ、安倍総理もそうですけど亡くなられた安倍総理もそうですし岸田総理も各国のねあのー えー、首相だったり大統領に日本の拉致問題解決のためにあのご理解とご協力お願いしますって言ったところで何にもこう説得力ないですよねおあんたとこど,どれほど本気でやってんのとうん鼻で笑われてるんじゃないかないやいや頼む前にそっちでやることあるやんみたいにそれ十分やってからこっちに頼んできてって。 あのー、ねえ、本当に、そうですよね、それ、あのーえー、北京の大使館を通じて抗議を入れたって言ってるけど、あれ、ファックスなんですよね、そんなもん、ファックスなんか、じーって出てきたってね、あのー、もしかしたら、ね、ペーパーも入ってないかもしれないし。 あ誰からのやつって今だってほらあの印刷するかどうかあのー、そんなやつファックス使ってるのかな北朝鮮わかんないけど、あのー、液晶で確認してねあこれやったらもう印刷せんでええわーって日本のやつああまた毎,毎度のいつものねみたいに思われてね無視されてるよう感じします本当にはいそうテンポイントさんが抱えてるように朝鮮総連の債務 2021年度の改修実績ゼロ、ね、もうお金も取られて、えー、っと核開発の技術も、えー、日本のね、京都大学のね、准教授が渡し、はい、で、日本からこう、1か月間、えー、在日の子どもたちが向こうに渡っていて、えー、しね、 金正恩、首領様のためにだったらあの命を捧げますみたいな公演に行くのもあの文句なくだし、はい、あ送り返されるの <laughs> そうなんや <laughs> 私ねもうねもうこんだけミサイル撃たれてる、ね、日本国民もねもう怒ってると思う本当に呆きれてるだろうし慣れてもきてるだろうけどもうねなんか 白い目で日本政府のことを見てるんじゃないかなって、そんな気がします。はい。もう、ええのかって、これでって、思われてる気がします、えー。すみません、もう長くなってしまったので、ちょっと、めぐみへの誓いの、えー、映画の上映会だったり、えー、なんだっけ、ドキュメンタリーめぐみの、ね、上映会だったりのお知らせを、ちょっと急ぎ気味でやりますね。うん はいこれ、あのアナザーアナザーさんから教えていただいたので、えー、私、ツイッターの方で、アナザーアナザーさんのツイートのリツイートをしてます。あの皆さん、よかったら、えっ、ー、と、リツイートよろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、ごめんなさい、日にちバラバラになるかもしれないですが、お許しくださいね。はい、こちらが令和4年12月3日土曜日。えー 1>, 1時半から4時まで、1時会場、あおー長岡市民交流ホールです。はい。えー、来月のね、12月3日土曜日です。えー、長岡の方で、あのー、あります。あ、ありがとうございます、月さん。ミニトークもあります。はい。ミニトークなんだっけえっ、ー、とね、み 中村美奈子さんを探す会が主催をされています。ミニトークについては、ちょっとごめんなさい。あ、これかなあ、えーとですね、こちらの上映会定員が50人ですで。参加費は無料です。対象はどなたでも参加していただけます。ただし、あのー、あ、これを貼ったらいいか。ちょっとね、あのー、 必要事項を記入してこう、お申し込みが必要なんですねで。期限が25日の金曜日、来週の金曜日までになってますので、ちょっとお待ちくださいね。コピー。あ、もう月さんがやってくれてるかな。はい。もうねー、今日ちょっと野村たる先生の あのー、核武装論を聞いていただいてそれ,それぐらいやらなきゃいけないなみたいにちょっと、あのー、私もそういう気持ちはちょっと、うん、ありますと、あのー、理解しますい,いいと思いますっていう方よかったら広げていただけたらこういう意見もあるよみたいな形で,でこういうことをすると確かに世界中が騒いで北朝鮮も今みたいに。 あのー、日本に舐めたことを続けられないんじゃないかなみたいなそういう意見があるよ、ね、この間亡くなられたジャーナリストの、ね、野村航さんがこういうことをねよいろいろ考えられた上で、あのー、言われてたんだよっていうふうに広げていただけたらいいかなと思います。ははいでこちらはですねえー、えー、とじゃ、えー、と こちらはあの、恵みへの誓いじゃなくて、映、え、画、ー「A が恵み」ですね。引き裂かれた家族の30年っていうやつです。もうだからこれも30年ってなってるからうん、もうずいぶん前にね、制作されたものですよね。でこちらは、えー、鳥取市ですね。サザンカ会館、12月11日日曜日、1時半から、えー、3時半ですね。 はい、えー、入場無料、事前申し込み制となってます、こちらも。すみません、あの申し込み、もしあの行こうかなと思われる方は、えっと、私の、えっと、ツイッターのほうの、アナザーアナザーさんの、えー、ツイッタートの方には申し込みの、えー、URL も貼ってます、貼ってね、書いてありましたので、そちらでご覧ください。もうこういうあの催しがありますよという感じで、ちょっと駆け足で。 ご連絡させていただきます。はい、こっちは、ね、ちょっと、あ、これ。ああ、見えないか。見えます。もうちょっとアップのほうがいいかな。もう読みますね。すいません。これは令和四年十二月十五日になります。えー、こちらはね、神奈川県民センターです。 はい、神奈川県民センター2階ホールで12月15日木曜日お昼の3時半から夕方5時45分までとなっています、えー、また合わせて神奈川県に怒りのある特定思想者パネル展も行われていますよろしくお願いします あ、いえいえ、とんでもないです。あなたさん、あなたさん、ありがとうございます。はい。こちらの上映会は、すいません、アップに、全部アップにすると見えにくいので、場所と、場所をね、書かせて。はい。で、えー、こちらも、えー、映画めぐみ上映会です。えー、新潟ですね。 えー、令和4年12月11日の日曜日、お昼の2時からです。でこちらもね、11月25日の金曜日、来週の金曜日があの申し込み期限となっております。会場はクロスパル新潟4階映像ホールです。はい。あ、全部終わったかなもう,もう一個あったよ,よね。これかな はいえー、ともう1個ですね、大阪の八尾市になります。見えるといいんですが、えー、と12月15日、えー、大阪八尾市文化会館プリズムホール地下,地下2階小ーホールです。はいこちらはね、対象は八尾市在住の方になるんですね。在住在住 在勤、在学の方。はい。八尾市でね、住まれてたり、お勤めだったりえ学、学校に通われている方のみとなります。えー、12月15日木曜日、えー、八尾市文化会館プリズムホールです。よろしくお願いします。こちらも、あの、申し込みがあの必要なんですね。決定者は、あの、参加証っていうのが届くそうなので、 はい、八尾市にお住まいの方、ぜひお知り合いの方に八尾市でお住まいの方いらっしゃいましたら、よかったらお声がけください。こんな感じかな。あとは、えー、いつもの、えー、映画「恵みへの誓い」の公演のお知らせですね。えー、こんな感じで見えますかね、もうちょっとアップにしましょうか。 えと十二月二十二日は、これくらいにしたらいいかな。はいちょっと先のご予定、ちょっとあのお伝えしておきます。鳥取は12月十二日、で兵庫は一月十三日で、静岡は一月十九日。で、えー 1>, 1月21日に見直し率メープルホールとなっております大阪はね土曜日ですので、あのーまあ、平日じゃないのでお仕事土曜日日曜日お休みの方もいらっしゃると思うのであテンボイトさんぜひぜひはいあのー、まあねあんまり近くないかもしれないですか見直し遠いかもしれませんがあぜ、の、ひ、ーあのー、公園の方あの、ご観覧行ってみてください本当にあの 舞台、ものすごくこうあの迫力ありますのではいあとねこれも言っとこうかなこれぜまず先に全体をね皆さん見ていただいてはいこれ全体なんですねでえー、っとちょっと場所をね このね、出演者じゃなきゃ、あのー、語れない。映画恵みへの誓いっていう感じで。であのー？村尾たつるプレゼンターって書いてますね。はい、あのー、村尾さんもね。出られます。2022年12月16日の、えー まあ、スタートはね、6時半から、会場6時ですね。西萩ターニングさん、チケット1000円でドリンクチャージ込みだそうです。でもこれもね、ちょっと事前申し込みなんですが、あのー、たくさん、あの、出演ね、映画の出演者の方、えー、夏木さんだったり、望月さんだったり、多田さんだったり、はい、来られますし、え村尾さんも行かれますし、 ぜひねあの、楽しいね、トークショーだと思いますので、えー、ご参加ください。それからですね、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、用意してなかった。12月の10日、11日に、えー、神戸の六甲アイランドでですね、北朝鮮人権映画祭が行われます。ぜひね、 あのー、ご参加していただけたら嬉しいなと思います。で私は、あのー、両日とも参加予定にしております。ちょっと待ってね。これで、今ちょっと、で、えー、っとね、ちょっと待ってください。あれあれ ちょっと写真出しますね。あ、お<前>月さん生。まあまあ月さんね、あの映画出てますもんね。第四回北朝鮮人権映画祭です。ちょっと初日金の部分から。皆さんちっちゃい字でごめんなさい。えっ、ー、と12月10日の土曜日北朝鮮人権映画祭。えー、まず、えー、朝10時に開会。 しましてえー、クロッシングで、昼食休憩挟みまして、えー、北朝鮮人権問題、脱北者問題についてのトーク、で、国境を越える北朝鮮の子どもたち、北朝鮮、えー、素顔の人々ですね、これ、稲川さんの。で、最後の映画がトゥルーノース、ごめんなさい、ちょっと字が切れてて、トゥルーノースが上映されます。はい。で、2日目がですね、 じ、ね、どうしてもちっちゃくなっちゃうなるべくアップにこれぐらいでいいかなはい、えー、2日目の12月11日日曜日は朝10時から「第168時北総選一、えー、目娘に合わせてください」でその後海を渡る友情」で昼食休憩挟みまして「恵みへの誓い」「おかえりと言いたい」 北朝鮮事業拉致問題についあのー、まあどの時間帯に来ていただけでも嬉しいですしあのー、なかなかねやっぱりこう映画一本始まったらこう引き込まれてぐっとあのー、<laughs> あの何、ー、て言うんですか集中して見れると思いますのでまあこういう北朝鮮について こういう人権問題について、えー、なかなか一気に見れるってこともないと思いますのでお時間許す限り来ていただけたらありがたいですあ花澤さんありがとうございますあの綺、ー、麗なね会館でね今年今回あのー、まあ、地元神戸人としましてはちょっといいあのいい会館ですよっていうことをお伝えしたいんですがこういうオリビスホールって言って、ね、なんかね。 外が、ね、UFO みたいな形してね、なかなかかっこいいんですよ。六甲アイランドの方です。皆さん、ポートアイランドと六甲アイランドと人工島2つありまして、六甲アイランド、後からできた方の人工島の方ですので、お間違いのないようにお願いします。え北朝鮮に自由を、人権くださいぜひあの来てください。私ももも両日とと行こうと思っってますのであのもしよかったら ご挨拶とかね、あのー、お話しさせていただけたらなと思っております。ポートピア懐かしいでしょ。懐かしいよね。あのー、パンダがね、そう、来てね、私が小学校、何年生やったかな、あれ。うーん。はい、すみません、長くなりました。で、えーっとですね、あ、来週のゲストのご紹介。 ちょっとお待ちくださいしまった失礼なことをしてしまったお写真を用意してなかったですいません <laughs> 来週ねあのー、私の大好きな稲川先輩が出ていただけるとはい多分大丈夫というふうにお返事いただいてますので 来週ね、稲川先輩と楽しく、すごいアップになってしまう、ごめんなさい、稲川さん、ごめんなさい。はい優しくて、楽しくて、頼りがいのある、えー、とっても愉快な稲川和夫さんが、はい、私はもう、先輩と呼ばせていただいているんですが、稲川さんがあの来週出てくださいます。はい、ぜひ皆さん、楽しみにあの、また日曜日、ご参加ください。よろしくお願いします。 ありがとうございます。組長。はい。そう、稲川さんです。だね。みんな大好きですよね。<laughs> はい。みんな大好き、稲川さんです。はい。じゃあ今日ね、あのー、えー、祈願祭のね、様子、ちょっとね、お写真にこう、戻しまして、はい。あ、あの、寄せ書きがいいですね。あそこで、皆さんのね、こう、 願いのこもて寄せ書きのアップをはいじゃあ今日の配信終わります皆さんお疲れ様でしたありがとうございました、えー、この後ライブ押さないように気をつけたいと思います、えー、皆さんねあのー、まだねコロナ流行ってます本当に気をつけてくださいなるとね大変ですのではいありがとうございましたおやすみなさいあ上野先生もありがとうございました。 お疲れ様でした。